スピリット BJ さあ始まりました今週もですね、えー、木曜日4時から、えー、我々大日本プロレスの、えー、冠番組でございますスピリット BJ、えー、配信開始でございます よろしくお願いします。ありがとうございます。さあですね、もう早速なんですけれども、えー、まあ、はっきりします。今回はですね、僕一人であのー、スタジオいます。でゲストも呼びません。何やるかと言いますとですね、まあ言ってしまえばですね、あのー、完全無題です。もう何を喋るか、えー、何を伝えるか。 もう全くもってですね、このスタジオ入るまで、えー、まあ一応考えてきたのもあるんですけど、あのー、ここ入るまでですね、全くもって、無駄な状態でですね、ここまで来ました。あのー、番組持たせてもらってる身として、それはどうなんだと。あのー、毎回ですね、僕らはですね、一応あのー、この鳥越アズリ FM さんの方にですね、あの、今回こんな感じで、あのー、番組配信しますっていう、まあ、構成台本みたいなのをですね、 一応送ってはいるんですけど、あのー、今回に関してはひどいですね。あのー、中谷がフリートークします。何も考えずフリートークしますっていうのを、えー、送っただけっていうですね、非常に申し訳ないことをしてるんですけれども、まあ、今回はまああのー、僕とっても挑戦的なあの企画でございます。まあ、何せ、一人でしゃべる。しかもダイ、台、あのー、台がない無題なので、 そこに関してはもう完全に挑戦的な企画をぶっ込んできたと思いますまあ一人で喋るのはなんだかんだですねえっとクリスマスの、えー、クリスマスソング特集っていうので去年の12月かな12月多分24日だったと思うんですけど一人で一応やってはいるんですけどまあそれに関してはねクリスマスソングっていうまあある種企画ものの中でやってたのでまあある程度ねあの喋、ー、ることもあるあったし あの決まった題名というか、決まったタイトルの中でやってたのがあれなんですけども、今日は完全に舞台で話していきたいと思います、ツイッターでもねお伝えした通り、中谷一人語りというふうにちょっとつけさせてもらいました、なんでこの名前にしたかっていうと、弊社、大日本プロレスの,ねあのリングの柱にですねスポンサードをしていただいております。 えー、神田白山先生あのー、まあその当時は神田松之丞先生だったんですけどもそのは今ではねテレビに出られてる神田白山先生がえっ、ー、とそのやられてるラジオ番組がですね「あのー、問わず語、えー、りの松之丞」だったかなそんなタイトルだったと思うんですけどちょっと待ってくださいね「神田神田松之丞」あ「ま、それ白山先生」えー。 はい、ラジオ番組をやってるんですよなんでそのちょっとラジオ番組ちょっとかけさせてもらいましたあのー、全然かなわない身ではございますが、あのー、少しでもねあの白山先生のお名前を出せるようにとあのスポンサードもしていただいているのでと思った中で今回一人でやるっていうので、えー、この「中谷一人語り」というのでですね、えー、やらせていただいております。 ま、今回はですねかなりあの時間がありありなのでいろいろゆっくりと喋っていきたいなと思います。あ問わず語りの神田伯山」でした。えー、TBS ラジオさんですね。えー、<laughs> 同じラジオ局で他局言うのはあれですけども TBS ラジオさん「問わず語りの神田伯山」っていうのをねあのやってる中であの我々もスポンサードしていただいております。ありがとうございます。 という中であのゆっくりいろいろと紹介していきたいと思いますあの最近コロナご時世やっぱ東京もそうですしまあちょっとずつまたコロナが増え始めてきてまあ今日はねゲストがいないので、あのー、完全覆ったマスクは僕今してません正直、えー、マウスガードをした上で一応やらせていただいております、えー、が、えーまあ、マスクはしておりませんというのもこちらですねいつもお世話になってます トレールフレッシュさんねこちらを、えーまあ、このスタジオ内散布しておりまして、えー、それのおかげでですねなんとかあのマスクしないでもできるという環境をあのトリ羽ズずいさんの方で作っていただいているという状況でございますこれね大日本プロレスもかなり欲しいですね営業車とか結構ちっちゃいどれくらいでもほ、まあ、これぐらいのあ消えちゃったこれぐらいのサイズの あのー、オゾン発生装置低濃度オゾン発生器なので、まあ、車とかあのお部屋とかに、ね、置いとくだけでも全然効果はあるような気がするのでこれはねぜひともあの大日本プロレスも今あの車営業車とかに乗せてあのはいダッシュ除菌をしたいなと思っておりますなので欲しいですそしてもう1個こちら トリゴリアズリー FM さんはですねインターネット型テレビラジオでございます。見て聞いて参加できる放送局となっております、ね。こちらのメールアドレスの方に懸命に番組名,番組名を記入の上メールをお願いいたしますと。そうするとねあの番組の応援ということでねまあ言ってしまえば簡単に言ってしまえばもうスポンサードですよね。この番組に。 対ししててての、えー、スポンサードをいいただけるという、えー、感じになっております、えー、会費は1年間有効で1万円ですからね考えてみたら月1000円もしないぐらいかななのでね是非とも番組応援してもらって例えばねあのー、まあ個人の方でもいいんですけどもしよろしければね会社とかで あのこういう番組を応援したいっていうの入ってもらえればあの番組の宣伝も僕らができると思うんですよね。まあ番組のえっとあっじゃないやそのスポンサード会費をいただいたスポンサーさんの、えー、なんだろうその会社さんの商品とかそういうのを紹介できると思うので。 是非ともそういう意味でもまあ大日本プロレスを活用していただきたいですしこの鳥越アズレフエ FM さんも是非ともね活用して、まあ、宣伝とかそういうのにですね、まあ、使っていただければなというふうに僕は思っておりますなんでそんなに難しく考えずにね回避1万円なんで是非ともよろしくお願いしますさあということでねまだ始まって10分も経たないですね 大体、えー、この番組はですねラスト10分ぐらいになると、あのー、次回大会とかの告知をさせてもらうんですけどまだ、えー、40分ぐらいありますね40分近くあるのでまあどんな感じで自分話していこうかなと思ってまあこのタイトルを決めて何の話をしようかなと思ってまあ自分は まあこうやって MC をやらせてもらうこともありますし、えー、大日本プレスの社内では、えーとまあ、グラフィック関係、まあ、ちゃんとあのポスターを作るデザイナーとかいますけども、えーまあ、大日本プレスのホームページの、えー、バナーだったりとか、えー、その他のポップ関係を、えー、作ることが多いそして、えー、地方の営業に出ることもあります。えー、自分は 基本的には福岡、鹿児島、広島が担当地域、まあ西日本ですね、言ってしまえば西日本が担当地域で、えー、そのほかに岩、えー、手だとか福島だとか、えー、そういったところも担当しておりますが、まあ本業と言ってしまえば本業ですね、本業は私はレフェリーでございます。 まああのー、この番組見てる方はほぼほぼ大日本プロレスを知ってる方だと思うので大丈夫だと思うんですけど、まあ、レフェリーっていうのはね、あのー、プロレスラー同士戦ってるプロレスラー同士を、まあ、裁く、まあ、審判する言ってしまえば審判する、えー、立場の、えー、人間でございます、えー。大日本プロレスは今あのレフェリーは3名、えー、います。 えー、審判本部長のマック・タケダ・レフェリーそして私中谷そして、えー、レスラーと、えー、兼業でやっております、えー、森弘正樹レフェリーこの3人で、えー、やっておりますまあそういった中で私の本業がまああのー、レフェリーですので、まあ、ちょっとそのレフェリーに関してまあいろいろと、まあ、レフェリーに関してもそうですしここまでに至るまでの あのー、中谷良平とはっていうのをですね、あのーまあ、今回は喋っていこううかなというふうに思っておりますこの「スピット BJ」の多分一番最初の回かな一番最初の回で、えー、自己紹介の回かなんかをやったかと思うんですけど、まあ、3人いてあの熊川アナ、えー、自分、えー、佐藤浩介選手がいて。 まあそれぞれのプロフィール、まあせんあのー、大日本に入るまでの,そのプロフィールをですね、あのー、それぞれ話したとは思うんですけどまあ結構ね、こう早く喋ってって伝えきれてない部分もあったので、あのーまあ、今回は僕しかいないんで僕の、まあ、プロフィールっていうのをですね、まあ、今回は一人語りしていこうかなと思います。えー、はい 私です、ね、中谷亮平は1991年4月10日生まれでございます、えー、平成3年ですね、えー、でこの91年の生まれは大日本プロレスでいうと上谷選手、えー、今は不利になっちゃいましたけど植木選手作田選手が、えー、僕が入った時のまあ大日本メンバーでいうと、えー、同級生同じ学年の、えー、選手でした なのでねまあ、ちょっと僕はその上谷選手や、えーまあ、今は離れちゃいましたけど植木選手、作田選手はまあちょっと、ね、こう思い入れのあるあの選手でございます91年ということ、まあ実はあの上谷選手は92年生まれで植木選手も92年生まれなんですけれども92年の早生まれなので、えーまあ、僕と同級生ということです。 なんで91年で同じ91年に生まれているのは作田選手が一緒という感じでございますはいあそうだえっ、ー、と SPBJ でぜひ、えー、とも質問とかねよろしくお願いします聞いてみたいこととか質問してみたいことぜひともよろしくお願いしますそして私はですね神奈川県の、えー、川崎市出身でございます ただいま横浜に在住ですがもともとは川崎市出身で、えー、もうずっと、えーそうですね、結婚して横浜に住むまではずっと川崎に住んでいましたあの他県の人からすると川崎はもう都会だとかあのもう都会っ子だって言われるんですけど僕の生ま,れて生まれ育ったところはまだちょっとこう。 畑ととかいいっぱいあるところでそんなに僕はあの都会っ子な感じはしてないんですけどでもやっぱ川崎市ってなるとねあの都会のイメージが強いみたいで川崎も3つに分かれてるんですね東部中部西部みたいな感じで分かれてて東部はどちらかというとあの川崎駅。 えー、川,崎駅川崎駅ですねあの皆さんがご存知の川崎駅の方がまあ東部で中部が、えーっとまあ、住みたい街ランキングで今は何位になったのかな分かんないけど、えー、1位になったことある、えー、武蔵小杉とかがあるのが、まあ、まあどっちらかというと中部の方ですかね真ん中より。でまあ西部がどちらかというとそうですね稲田堤とか。 上、えー、りと有名なのだと上りととかそっちがまあどっちかっていうと西の方な感じで僕はその中の真ん中の、えー、西部の方あごめんなさい、えー、と中部の方での出身でございます。まい、あ、うで中部の方もわりかし栄えては最近は栄えては来てはいますけどそんなに言ってもそんなに栄えてはいないかなと自分の中では思ってる次第でございます。 でですね、僕はですねその川崎市の、えーとですねまあ、学校名言っちゃいますけど西中原中学校というですねまあマンモス校中学校にしてはマンモス校の中学校に入ったんですねこれあの私立じゃなくて公立高校で実はマンモス校でして噂によると日本で一番の生徒数だというふうに公立,校公立校では一番だというふうに聞いてるぐらい。 何千人といる、えー、学校でしたその中で、えー、特にこの学校はもうスポーツが特に、あのー、スポーツを絶対やりなさいみたいなそういう学校で僕は中学校に入って何やろうかな興味あるスポーツ全然なかったので何やりたいかなと思った時にまあ野球好きだしバレエも好きだけどちょっと厳しそうだなと思って。 あちょっと遊びでやったことあるなっていうのでバドミントンをやりました僕は、えー、中学3年間バドミントンやって僕はどっちかっていうとシングルプレイヤーの方で、あのー、シングルでまあ,あいうほどそんなに成績は残してないですけど県県大会までは行ったぐらいですかねその程度の、はい、バドミントンはやっておりました。 でこの西中原中学校というのも結構あの有名な方を輩出している学校であのプロ野球選手の、えー、川原淳一投手元巨人あと西武ライオンズにもいた川原淳一投手とかあともう僕の大先輩で、まあ、あの知り合いでもあるんですけどパンチ佐藤さん今タレントやってる。 もっとプロ野球選手ですねパンチ佐藤さんなんかも、えー、この西中原中学校出身っていうことでもう大先輩がいっぱいいる中で、えー、の育ってきた、えー、中学時代でした。っていうのでバドミントンやってで高校は、えー、これはですねこれも「大日本プロレス」ご存知の方はあのー、多分知ってると思うんですけれども、えー、川崎県立川崎 高等学校っていう高校に、まあ、県立川崎高校っていう学校ですねっていうところに僕は、えー、入学しましたこの県立川崎高校はン度アナですねあの弊社でいうとン度アナもこの県立川崎高校の、えー、出身であるということでございますでこのン度アナと僕の関係でいうと全然かぶってはいないですし かなりもう10年齢差でいうと8年8年ぐらい多分違うのでもう全然かぶってはいないしその8年の間で学校も様変わりして多分新藤さんがあのー、入ってた頃はめちゃくちゃ頭が良かった頃の多分県立川崎高校だと思います。ななんんで僕はそんなにあの統合して 新しい学校になっっちゃったので僕ので僕ろはそんなにあの頭いい学校でではありませんでしたでそこで僕はバドミントンを中学やってたんでそのまま高校でもバドミントンやろうかなと思ってたんですけどこの時ぐらいですかねまあプロレスもともとちっちゃい時からプロレスは興味があって見てたんですけど、えー、高校に入ってまたプロレスのちょっと熱が。 あのまた出始めてきて、えー、高校の時にあちょっとプロレスラーになりたいなと思った時期はありました、まあ、生意気でございますしあの今見てる選手には大変申し訳ないんですけれども、えー、そういう時期はありましたで、えー、と高校の時は、えー、ラグビー部に、えー、入りましたまあ言ってもねこのラグビー部もそんなに、えー、強い学校ではないですし えー、この川崎高校自体、えー、ラグビー部の、えー、部員自体もう10人もいないぐらいラグビーは15人でやるスポーツなので10人いないぐらいの部員でやってたので他の、えー、少,数学少数の部員がしかいないラグビー部の学校とこう合同のチームで、あのー、試合なんかはよく出てました。 まあ、川崎もそうですし神奈川県はかなりラグビー強いので桐蔭高校とか、えー、法政二高だとか桐光、えー、学院とかっていうまあ私立の強い学校いっぱいあったのでなかなかね花園なんていう言葉はもう遠い存在高値の存在ですけれども、えー、それを目指して3年間頑張ってましたただねそのラグビーやって、まあ、プロレスラーになりたいなと思って体力つけてたんですけどちょっと膝を。 悪悪くくししてて左膝をちょっと悪くして、まあ、手術をしてなかったのでまあちょっとこれはプロレスラーなんの難しいなっていうところで諦めてまあもともと絵とか好きだったので、えー、横浜市内のデザインの専門学校に2年間、えー、通いましたまあこれはね本当に、えー、広告とかそれ僕はどっちかっていうと広告とか CD が好きなので CD の、えー、ジャケットとか作りたいなっていう、まあ、そういう思い,思いというかそういう気持ちであのデザインの専門学校に2年間通いましたで、えー、まあ1年間ぐらい、えーとまあ、専門学校卒業して1年間ぐらいもずっとバイト付けの日々を送っていてまあ言うなれば就職をしないまあペイペイだったわけですね。 1> 1年間そんな時期があってその間に実はですねまあ大日本プロレス、えー、とか、えー、その当時は、えー、募集してたのはみちのくプロレスさんも確か募,募集してたと思うんですけど、えー、と履歴書を送ったことがありますまあデザインまあ言っちゃう本当にデザインのそういうポートフォーリオみたいな作品集をですねまあ大日本プロレスにもみちのくプロレスさんにも 送ったんですが、まあ特に音沙汰なく専門学校卒業して2年間、えー、何もせずもう PayPay ペペでバイトづけはしていた日々でしたでまあ2年間、まあ、そういう PayPay ペペの中でまあちょっとさすがに就職しないとなと思って、えーまあ、これならやってみたいなと思ったのが、まあ、テレビの制作会社だったんですね で僕自身、まあ、テレビの制作会社にもともといたニン音プロレスの前職はテレビの制作会社でございます、まあ、このテレビの制作会社は、えーまあ、有名な番組で言うとえっ、ー、と小林克也さんの「えー、ベストヒット USA、まあ」これが、まあ、洋楽の番組なんですけど、まあ、これを、えー、制作している、まあ、会社だったんですテレビの制作会社だったんですけども えーまあ、そこで、えー、洋楽校のそういう音楽系のやりたいなと思って入ったんですけども、えー、全く音楽系の班には回されず僕はもうなんて言ったんですかねえっ、ー、と,と特番とか特番に行ったりとかあと会社のそういう PR 動画の制作の方の班に回って「音楽のやりたかったのにな」とかっていう愚痴を言いながら。 えっとずっと仕事をしておりました、まあでも今となればそれがその時にまあちょっとねこう大変だなとか嫌だなと思った日々が逆に今はこの「第オンプレス」で生きてるような気はしてます逆にそれが音楽班に入って楽しいことずっとやってたらいいことあったかなと思うと、まあ、それはそれで良かったのかもしれないですけどなんか特に。 この先に何かつながったかといったらそういうわけでもなかったような気がしたのでこのその音楽班以外のとこをやったっていうのはかなり僕の中では力になったんじゃないかなと思います。それでですねこっからなんですけどもまあ4年ぐらい4年まあ3年間制作会社行ってまあ4年目の年年ですね。このの時に、えー、と急に急、えー、弊社の代代表表である戸坂英二代表より えー、留守番電話が僕の携帯になぜか入ってるっていう不思議なことが起きましてでまあそれをまあよくよくまあ面接の時に聞いてみたらまあ中谷くんのその4年前に出した、えー、と作品集を、まあ、実は撮っておりましてねその撮っていた作品集をまた再度掘り出しましてちょっと一緒に。 やってもらえないかなと思いましてっていう話をされて4年後に発掘されたかと思ってまあでもその時は別になにくそとは全然思わずに逆にう、あのー、嬉しかったですねなんかああプロレスに関われるタイミングが来たんだなっていうのがあって非常に嬉しかった思い出があります。まあ、実はここののののの年年の、あのー、信じてもらえるかかわないでですすけどこの年のですね1月の 初詣の時におみくじを引いたらですね、えー、この社長から電話かかってくる年のおみくじでは、えー、と仕事、えー、その年の、えー、後半の月に、えー、と何か仕事に大きな変化があるでしょうっていうのがおみくじに書いてありまして、まあ、まさにこの社長から電話があったのも6月ぐらいなんですよね。 なのでまあし、まあ、年の後半ぐらいにあの仕事に大きな変化があるっていうおみくじの、あのー、あれは当たってたなっていうのがあってまあそれで僕は逆に運命を感じて、あのー、テレビの制作会社にずっといるんじゃなくてこの運命に従おうかなと思って「大日本プロレスを」に就職しますと、えー、前の制作会社の人に。 社長に言って、まあ転職をしたという、あのいきさつがあります。はい。僕は二千十六年の。ええー、十月入社。だったので。ええー、まあ、まあ、約五年ぐらい。社員としては約五年。で、レフェリーとしては、えっ、ー、と、二千十六年の十月に入って。ええー、二千十七年の一月から、えっ、ー、と。 選手と一緒にですね、まあ、合同練習ですよね、まあ、体を鍛える、えー、基礎体力をつける練習を始めまして、えー、2017年の5月1日の、えー、にぎわい座の、えー、アブドーラ小林選手対青木優也選手の試合でデビューをしたという感じになります、まあ、今日はねそれのためにものを準備してきた感じですね今フリップというか こちらです、ね、まあこれがちょうどこれお客さんの写真からちょっといただいたんですがまあこれがデビュー戦の時の、えー、アブドーラ小林選手対青木玲也選手の試合をさばいてる私ですねはいまあこの時は本当に何つったらいいんですかねまあ頭真っ白というかもう全くプロレスというものを見てはいたけども じっくりレフェリーを見てたわけじゃないのであこういう形がいいなとかっていうのは全然分からずにもう必死になって分かることだけをやっていたっていうような気はしてますねまあフォールに入ればスリーカウント叩くし選手が決めえー、とこう締められてたらギブアップかどうかとかっていうのもそれを聞くのに必死でもうデビュー戦のことはもう全く 全く覚えてないいぐらいの感じですねもう一枚写真ありましてまあ、これはこれはえっ、ー、とその5月1日のにぎわいざんデビュー戦の1個前ですねプレデビューっていう形で、えー、イベントなんですけどもこれは戸塚での、えー、商店街プロレスの中で、えー、レフェリーをやったという感じです。なので あのー、お客さんによっては「戸塚の,の時がデビュー戦だよね」って言われる方もいるんですけどあれはまあデビュー戦ではなくて一応プレデビュー戦、まあ、まあ言い方は変ですけど、まあ、練習というか、あのー、一応ねお披露目みたいなところはあったと思うエキシビジョンみたいな感じですかね、まあ、僕にとってのエキシビジョンみたいな形であのプレデビューをさせてもらいました。このの時もねあのー にぎわい座は会場の中というか、ね、屋内なので、あのー、かなり声を、ね、ちょっと少しでも出せば響くんですけど屋外ってやっぱり風もあったり、えー、とその他の雑音とか騒音があるのでなかなか声が響かなくて、まあ、今でこそ多分外でも声少しは通るようになったとは思ってるんですけどこの時はもう とにかく喉が痛くて大声を出すっていう腹から声を出すっていうのが今でもできてるかどうか分かんないですけど腹から声を出すっていうのが非常にできてなかったのでもう声を出すのが必死でもうこのねデビューしてから何戦かはもう喉がずっと痛い状態が続いておりましたまあそんな、まあ、デビュー戦の思い出ですねちょっと今なんか一旦質問が来てる いいので読ままていただきますぜひともね質問してください。今日は一人語りなのであの質問が実は頼りだったりするんですけどあの質問がまだそんなに来てないのでまあでもちょっと一応質問来ているので、えー、これはミルコミルコさんでいいのかな ?MIRKO3 さんかなごめんなさい。 えー、ミルコさん、ミルコさんと僕は呼びます。ミルコさん、中谷さんこんにちは。えー、先日の、えー、上野大会を一人でレフェリングしているのに休憩中も働いたりでものすごい体力に驚きました。何か体力作りはされているのですか。そうですね。これを言われるとかなりずぼしな部分あるんですけど、体力作りは。えー あまりしてのねそのデビュー前とかはえっと選手と一緒に合同練習とかをやってたんですけどまあ今ねこれを言うとあのー、言,い訳だ言い訳っぽくなっちゃうんで嫌なんですけど今もう営業とか、まあ、その他の業務をですね、まあ、ただ、まあ、兼務してるのでちょっとそちらの方にね手が、あのー、回らないというかまあか,かなりですねいろいろ。 あのー、頑張ってそっちに取り組んでいるのでなかなか体力づくりはできないんですけどでも僕まあそう言われてみると体力づくりではないんですけど僕なるべく歩くようにはしてますねあのー、駅までとか会場までとかあのー、まああのバイクもバイクも車も自転車も僕実は今住んでるところで持ってないんですよ。 でもうここ10年ぐらいもバイクも車も、えー、っと自転車も使ったことがなくてでまあ使ったことはないので、まあ、基本的にはその最寄りの駅まではずっと歩きなので基本的には歩いて会社まで行って歩いてあの自宅まで帰るっていうのが普通というかもうそれが普通になっちゃったのでそういう意味では。 あのバイク乗って出勤したりバイク行ってどっか行ってる人よりかはそれなりの体力はあるとは思ってます自分の中では足腰もそこであの鍛えられてるんじゃないかなとは思いますけどねそうですね休憩中も働いたりそうですね休憩中もまあその本当にねこの間の上の大会は本当に人がいなかったので。 ねえあのー、僕なんかが控え室入ってずっと、ね、涼んでるわけにもいかないので、ね、え選手はしょうがないにしてもスタッフが、ね、そういうことをするわけにもいかないので、はい、なるべく出れる時はあのー、出てっていう感じでやらさせてもらいました、はい、体力というよりも僕の場合はもう意地ですね意地というか。 もう何が何でも倒れてなるものかっていうような感じで <laughs> もうやってる感はすごいありますねもう体力というのもうほんと意地というか精神力というのかそういうところでえやらせてもらってます僕の中では、まあ、熊川アナもねコメントをくれてますかね「中谷レフェリーの知られざる結婚生活が暴かれる」結婚生活の話してもね誰も得しないのではいあのー ちゃんとねあの幸せに暮らしておりますとしか言いようがないですねあそうこの間のそのスピリット BJ の時うちのリングアナ2人ものすごい下水2人ですいませんでした本当にもうあの配信はもう僕も見てたんですよ一応会社でもう全くもってあの下水2人独身2人早く結婚しろっつうんだよお前ら2人はっていうぐらい本当にあの下水2人なので 僕はそういったことはないと思ってるので、はいあの、そういう意味では落ち着いたかなとは思います。はい。もう一つ、桜っちさん。中谷さん、こんにちは。おみくじとか占いに背中を押されることってありますよね。私が転職したのは占いでした。そうですね。押されることありますよね。僕は、まあ、信じる方なんですけど、なかなかね、おみくじとか。 当てないねんなと思ったんですけどその年のおみくじはなぜかいろいろと当たってることが多かったのでそこは信じちゃいましたね今日は中谷さんのことがよく分かってものすごく興味深いです今までさばいた試合の中で一番記憶に残ってる思い出の深い試合を教えていただけると嬉しいです思い出深い試合そうですね結構大日本プロレスはその大日本プロレスじゃない選手が結構 多いと思うんです、ね、あ,あのいろんな団体の選手が参戦するのでその今まで見てたプロレスラーの方がテレビで見てたプロレスラーの方のレフェリーをさしてもらうっていうのがうーん一番あのもちろんねあの大谷選手とかもそうですし越中選手もそうですし。 大仁田篤選手もそうだしねスペルデルフィン選手サスケ選手もそうですし、ね、そういった、まあ、今まで見てた方をやらしてもらえるっていうのでも僕はもう記憶に残ってるっていうのは記憶に残ってますねそれがもう記憶に残ってるものですねさばいた中で一番僕はそれが嬉しかったですねまあでもやっぱりあのー 一番感動,し感動というか一番やっぱ嬉しかったのはやっぱり、ね、小林選手もそうですし、えー、伊藤竜二選手もそうですし宮本優子選手もそうですし、ね、沼澤選手もそうですけど、まああのー、僕がその中学校の時、まあ、履歴書を出すもう何年前ですけども中学校の時に見てたそのトップだった選手 の試合を裁かしてもらう、しかもデスマッチの試合を裁かしてもらうっていうところでもこうちょっと鳥肌立ってる部分はありましたねやっぱりあの時見てたやっぱねトップの選手の試合を僕が今さばいてるんだっていう感覚になったのでものすごいそれは、うん、それも記憶に残ってる試合ですかねっていうところでもうかなりなんだかんだ時間があれなんですけども,もうないないかな。 あのちょっとこれは一個話しておきたかったんですけど、まあ、その僕がデビューした2017年っていうのはかなり、あのー、レフェリー時にとってもまあ悲惨な年でしてあの僕はにぎ次会座デビューなんですけどもこの横浜分隊本当はいつもですね5月5日横浜分隊だったんですけど、まあ、この分隊の日は僕は全然レフェリーせずに別の仕事、まあ、あの当日券業務とかをやらせてもらったんですけども。 えー、その後にですね「両国国技館」っていう、まあ、年一のビッグイベントがあってそのビッグイベントの時は僕は実は両国大会のレフェリーやらない予定だったんですけどもその7月だったんですけどその7月の何日か前に、えー、とうちの大橋淳レフェリー、まあ、この間鳥小屋瑞さんも来てもらった大橋淳レフェリーがあの、まあ、交通事故を起こしまして。 もう腕がもう悲惨なことになってもうレフェリーできないっていうことになりましてそれは大変だっていうのでまあマックレフェリーとその当時はえっとバーブ・佐々木レフェリーこの2人しかいないのでまあ大橋淳できないからどうしようかなっていうのでじゃあ中谷に試合やれっていうのであのー僕は後楽園ホールまあ月1でやってる後楽園ホールを吹っ飛ばして あの両国国技館大会っていうビッグマッチを最初にやっちゃった横浜分隊もやらずに後楽園ホールも横浜分隊も、えー、やらずに、えー、にぎわい座の次は、まあ、地方とかやってましたけどにぎわい座の次はなんとすぐに両後国技館でレフェリーをやるっていうすごい今考えるとすごいことだなと思いますけどそういったことがありました。で6月の 北海道そ,の時その年の6月の北海道ツアーもマック・タケダレフェリーがぎっくり腰になってフランク・アツシレフェリーと自分の2人でレフェリーをやるっていうまあいろいろと大変な年ではありました2017年。まあ、そこからねいろいろあって今はあのフランク・アツシレフェリーが、まあ、休業されて、あのーね、一番トップだった、あのー、レフェリーがいなくなってしまったので非常に あの残念なんですけれどもまあ今はあのマック武田レフェリー部長が、えー、頭になりまして、えー、僕なんかは、えー、それをサポートする形でですね今レフェリーのまあ、森弘君がいるので、えー、2番手という形でやらせてもらっておりますさあ、えー、MAA さんまあさんかなまあさんから。 中谷さん、こんにちは。マットを叩くときにしっかりとこれなんだつむように叩く姿が印象に残っています。見ていてわかりやすくありがありがたいです。はいはい。また意識しているレフェイの方いらっしゃい教えてください。よろしくお願いします。そうですね。このマット叩くっていうのもかなりですねあのー、試行錯誤した上であの今の形になってると思います。 あのーまあ、先輩2人を見てみるとマック・タケダレフェリーも大橋淳志レフェリーもどっちかというと腕が長い方なんですよね僕からすると。なので、えー、彼ら2人は、えー、と片膝片膝をついて、えー、あ片方の足を伸ばして叩くタイプなんですけど僕はですね関般足も腕もですね短いもんですから。 あのマットを叩くのにもう体が叩く時にはもう体がもう浮いちゃってあ手が浮いちゃう状態になっちゃうんでう,う叩くともうこう浮,いちゃう浮いちゃうのでちゃんと叩けないんですよねなので僕はあの基本的には両,肘両膝ついてもう体とこの腕がもう近いところで叩けるようにすると、まあ、力が入る。そんなに 力を入れなくてもちゃんと叩くことができるので僕はそういうのを意識してますね。見ていて分かりやすくありがたいですそうですね。そは言ってもらえたらありがたいです、ね、そうですねあのまあ尊敬しているというか、まあ、ここに意識しているレフェリーの方がいらっしゃればっていうのは僕はあんまりその尊敬しているレフェリーいますかってよく言われるんですけど特にそんないないんですよね実は。もちろんあのマックスさんと、えー、大橋さん。 でバーブさんもあの尊敬はしてるんですけども誰一番一人だけっていうのは特にいなくていろんな方のいいところを僕は吸収してるつもりでいるのでそういういいところだけもらってる感じですね。なんで僕の中ではその両膝ついて叩くっていうところはえっ、ー、とプロレスリングノアさんの、えー、西永レフェリーなんかは少し近いかなと思ったりあと。 身長の背丈的に、えー、と実はバーブ・佐々木レフェリーとそんなに身長とかその感じが似てるところあるのでちょっとバーブ・レフェリーは意識してるかもしれないですね。という意味での意識は西永レフェリーとバーブさんあたりはこうちょっといろいろとレフェリーしてる中で取り入れてる部分多いかもしれないです。あやさん 中谷さんこんにちは「デスラディクション」や「バサラ」さんなら「タダンのレフェリングをすることも増えてきたように思いますが何か団体ごとに気をつけていらっしゃることや差をつけていることはありますかあまあこれはいい質問ですねえっ、ー、と「タダ体さんに上がる時は僕の中では「えー、と大日本プロレス」というのをあまり出さないようにしてますそれはなぜかっていうとまあ呼んでいただいてるのでそこはその団体さんに合わせるのが僕の中での えー、ポリシーというかまあ礼儀であると僕自身は思っているので他、えー、団体さんに上がる時は、えー、基本的には大日本プスのものもつけてないいと思いますそれはあのバサラさんとか、まあ、レスラー・ディクションさんとか見てもらえればわかると思います。でレスラー・ディクションさんはちょっとあのテーマを決めてやってたりしてるので大日本のものつけてはいるかもしれないんですけど。 基本的にはあのストライプのレフェリーシャツとか第2本のものは全くつけずその団体さんのものをなるべくつけるようにしてその団体のレフェリーですっていうので僕はやってるつもりです僕はそうしたい人なのでそれがまあ礼儀かなとも自分自身は思っているのではいよく見てもらえれば多分第2本のもつけてないことが多いと思いますはいそしてあ林リニア神崎さん ありがとうございまますすいつもえております中谷ややっと中谷さんの会をリアルタイムで配聴できましたいろいろな場所に巡業のなさことも多いかと存じますが一番印象に残った場所はございますでしょうかそうですねやっぱ今あの営業をしているのがあの福岡なのでやっぱり福岡が一番印象に残ってますかね なんで、やっぱねこれから福岡も今、新しい会場ができますので、そちらでねぜひともやりたいや,やりたいと思ってますので、応援していただければと思います。博多スターレーン、僕の大事な思い出、博多スターレーンでございます。さあ、といったところで、なんだかだ、もうあと5分しかないので、ここで大会情報をば、ね、ーっと言っちゃいましょうか。お願いしてもいいですかすいません。はい えー、これ8月 15, です、ね、8月15日新競場大会第1ゼクーでございますメインイベントは、えー、アストロノーツ対オオカミそしてセミファイナルはですね中野選手対浜選手という、まあ、元レスルワンそして全日本の、えー、これもなかなか今では見れないようなシングルカードがね組まれておりますそして、えー、藤田実生選手対宮本裕子選手のこれ建設現場デスマッチになってたかと思いますが はい、これは、まあ、ツインメッセジ静岡を見に行った方はわかるかと思うんですけどもそういった形の建設現場デスマッチになっており工事現場デスマッチですねになっておりますメインイベントの BJW 認定タッグは早々ばと、えー、またタイトルマッチでございますオオカミはですね実はまだ BJW 認定タッグを、えー、体感したことはございませんなのでねこの大会でぜひともオオカミ 大会、えー、に、体感に向けてですね、多分準備しているかと思いますので、えー、8月15日、これは夜工業になります。夜の工業、お昼はですね、クラウドファウンディング工業がございますので、まあ、お昼来られてもチケットございませんので、大変申し訳ございませんが、見に来られる方は、夜大会にぜひともご,覧ご来場いただければと思います。そしてもう一つですね、これが明日の大会になりますかね。 はい、明日8月13日、保土ケ谷公会堂第2オープンス初めての会場となります。まあ、こちらもですね、メインイベントには、オオカミの2人が名を連れております。えー、中野選手と青木選手に、えー、挑戦するという形になります。まあえー、青木選手とね、第一選手はこの横浜市出身、横浜市生まれなので、まあ、そういった意味でのですね、この2人が。 メインイベントを飾っているというような試合になっております。えー、はい、そのほかね、セミファイナルは橋本一樹選手、鈴木選手対関宇田選手、菊田選手というセミファイナルでございます。まあね、この大会あのー、と、えー、新木場大会、岡林選手がちょっと不在になってしまうんですけれども、そこはね、ご了承いただいて、ぜひともご来場いただければと思います。さあ、えー、戻していただいてですね。はい えー、ここからですねフリップで早速、えー、どんどんといっちゃいたいと思います、えー、私がですね担当しております西日本ツアーが、えー、10月28日の静岡を皮切りにですね、えー、始まります10月28日、えー、ツインメッセ静岡そして10月29日アクトシティ浜松あ流れましたねこの2大会が静岡,、えー、静岡からスタートしますそこ,こですねまずは、えー、こちらですね 28日は関根シュレックシュ、えー、秀樹選手が、えー、静岡大会を2連戦出ますそして、えー、10月30日からクワイトストーム選手10月31日からは宮本優功選手が、えー、このツアーに帯同いたしますはいそして10月30日パルティ富士坂 これ広島ですね。広島でのイベントプロレスに、クワイト、えー、ストーム選手に加えて、こちら女子プロレスの花園桃佳選手、えー、マリ選手、これアクトレスガールズの選手ですね。こちらの2人が、えー、提供試合で参戦いたします。はい。そして、えー、10月31日、僕がキモイとしております。かなり押、えー、しております、ね。 福岡大会こ、えー、けら落としですね、吉本さんの劇場でなんとやらせていただけることになりました。10月31日、えー、こちらですね、オープニングアクトでですね、この吉本、えー、劇場で、えー、お笑いをやっておりますマンダリンさんとですね、ザ・ローリング・モンキーさん、2組がオープニングアクトでなんとお笑いを、ライブを披露してく,でくださいます。本当に福岡ではねかなりのもう今 人気急上昇の二、あの、二組なので、ぜひともね、あの、オープニングアクトからぜひ見に来ていただければと思います。そして、11月1日は、え、鹿児島大会、残、川端騎士選手がまた参戦いただけます。ね、鹿児島ではひまわりというお店を経営しております。川端騎士、選手がですね、えー、昨年3月16日以来の参戦となります。そして、えー、11月2日は、 広島産業会館大会そこにですねレイパロマ選手、大和洋選手が、えー、参戦いただけます。こちらの2人もね要注目でございます。レイパロマ選手はね赤プルコというお店を広島市内で経営、えー、しております。そして、えー、11月4日は、えー、アクトしあごめんなさい11月4日は高松の、えー、シンボルタワーでこちらも工具がございまして11月6日は大阪の、えー、アクティブシ スクエア大東というところで興行、えー、がございますこのね救出はかなり冷静なのでぜひとも皆さん来てくださいお願いしますそして8月29日はレスラーディクション2、えー、これがスタジオで行いますこちらもね多数賛成しますそして僕もここにちょっといますが中谷も賛成いたしますさあということで中野だもうあと1分ということでですね次週は熊川アナが、えー、MC でございますそして 8月26日の私の会はこちら辻類さんという方がですねゲストに来ていただけますのでぜひともねこちらご注目でございます男性の方ご注目でございますえープ助の世界届け第日のメッセージというタイトルでやらせていただきますさあなんだかんだもう50分一人で何とか喋りました、えー、次回からはちゃんとゲストを呼びたいと思いますそれでは、えー、次週熊川アナの会なのでお楽しみくださいそれでは 哎呦我的妈